させていただきます。椎名ルーです。このムービーは漫画ゲーマー .com とそこで販売される美少女ゲームについての情報をお伝えしていくものです。美少女ゲームなんて聞いたことがないという人のために最初に一言で説明しておくと、美少女ゲームとはゲーム中に登場する女の子たちと結ばれるまでの過程を楽しみます。つまりデートシュミレーションってことです。日本ではこの美少女ゲームが大人気で、パソコンゲームなので毎月多くのタイトルがリリースされ、ジャンルもたくさんあります。今日はそんな美少女ゲームについて説明していきますので、楽しみにしていてくださいね。美少女ゲームのジャンルはたくさんあって、恋愛ものを中心に青春ものやファンタジーなど様々です。またゲームの形式もいくつかに分かれます。でもそんな細かいことまで気にする必要はありません。ジャンルなどの違いがあっても、可愛い女の子との時間を楽しむものであるという点は変わらないからです。その証拠に、日本のオタクたちは冗談半分に、彼女は俺の嫁だなどと主張してキャラクターへの愛情を表現するプレイヤーが続出していて、美少女ゲームとそのキャラクターの虜になっている人がたくさんいます。ではここからは実際にゲームをプレイする画面を見ていきましょう。今見てもらっている画面が一番スタンダードな美少女ゲームのプレイ画面です。あなたは主人公と一体となって物語を体感します。あなたの選択で物語が変わっていくんです。美少女ゲームの面白いところはまさにそこ。自らが主人公となって女の子たちとの時間を味わい感動する、それが美少女ゲームの最大の楽しみなんです。日本では時々すっかりその世界の人物になりきってしまう人がいたりします。中にはゲームの中に入って現実世界に帰ってこれなくなったダメな人たちもいます。そうならないように気をつけてくださいね。説明の最後に美少女ゲームを楽しむためのコツをお話ししましょう。すっごく簡単なことですよ。一人でもいいのでゲームの中に出てくるヒロインを好きになりましょう。美少女ゲームのヒロインたちは誰もが魅力的に描かれていますが、思い入れのあるヒロインと過ごす時間は格別です。その気持ちがあれば美少女ゲームの楽しさを何倍にも増幅してくれるに違いありません。あとはもう素直にヒロインの可愛さを堪能するだけですよ。さて皆さん、もう美少女ゲームについてバッチリですね。どうでしょう、美少女ゲームというものに興味が湧いてきましたか？実際にプレイしてみたいという人のために、ここからは漫画ゲーマー .com で取り扱う実際の美少女ゲームを紹介していきます。卒業をしても変わらないよ、約束を交わしたあの人、第二ボタンに誓った夢、君に魔法をかけて、初めてデートシミュレーションをプレイする人にもぴったりな美少女ゲームの王道的作品、ダカポ。一年中ずっと桜が咲いたままの不思議な島を舞台にした学園ラブストーリー。日本では続編の制作、そしてアニメ化と非常に人気の高い作品でもあります。伝えられなくて過ごした季
ゆらり揺れる夏の影のめくりめくる時のしじまに4つのショーによって構成される不思議なラブストーリー。作品を包む空気がとても柔らかく、プレイしていると何か優しい気持ちになれます。ストーリーには意外性があり、油断していると驚かされますよ。思い描く夏の空品質も万全です。安心してゲームを楽しんでくださいね。それでは皆さん、さようなら。